ついに2人とも通常時にですね。私でももう撤退の準備に入ってますけどね。すごい気が散る。早く打ってよ。今セッティング中なんですよ。番長3やめた時点での3枚がプラス843枚でした、はい、お結構勝ってる、はい、なので IC カードに入ってる2000円と1万円これ全部使ってもプラスで終われるっていう素晴らしい流れ、はい、マリモさん今どんな感じですか。僕は今ね下皿にある分ぐらいプラスかな400枚ぐらい。じゃあ負けはなさそうですね。多分ここに来て増えたんじゃないかな。やりましたね。やりました。どうしよう。なんか当たる気しないな。いやいや番長だってそうだったじゃん。そうですけどもう4000円ですよ。早っ。ですよね。え回ってなさすぎですよね。何してんの。わかんないです怖いです。でもなこれ移動しようとするとカメラのセッティング大変だしなとかいろいろ思っちゃいますよね。それあるんだよ。だから身内が一番の敵なんだよ。そうなんですよね意外とね。なんか言ってますよ M ブラッドの M ブラッドの片割れが本当だね。 M ブラッド一番の敵だから移動されると面倒くさいんですけどっていう雰囲気出すからね。なんかね言わずにね。そうそう言わずに出す雰囲気空気感でね読めよ空気みたいなねと思われちゃうから上昇軍団っていう T シャツ着てるのにわからず。これで5000円ちょっと怒った移動していいですか。怒ったよこれ移動した方がいいですよね多分危ないですよね。あーいい音最高じゃん。出すぞ。はい出しましょう。6000円以内にトマト揃えないと危ないな。危ないマイナスになっちゃう個人の差前が。俺もやばいですよね。ぼちぼちやばい。リノを1時間2万円負けれるんですよね。どうしよう。まずいまずいです。負けれること考えちゃダメですね。そうだな負けることばっかり考えてるじゃんいつも。はい我々ってはい大事だよ。どうしました。なんか歯切れの悪いとこどうしました。勝つのはまぐれ、うん、負けるのは必然。よくないな。よくない名言では。そういうことよ、はい、勝ちにまぐれの勝ちあり負けにまぐれの負けなしみたいなのあるよ。勝ちに不思議の勝ちあり負けに不思議の、ま、負けなし。不思議なんだ。備前の国第9代平戸藩主何の話ですか。松浦清かなさんのお言葉だそうですよ。松木よ何ですか。誰松木よ。そうだね松木よさんだね。400ゲームハマりましてマリモさん1000ゲームハマるかもしれないです。見えてきた、ね、よし来た。3回目。あもうドルできちゃいましたね。ドルできたけど俺はえ7リップバーを止めたい。なるほどドルで行ってみる。一回浮気してみる。ちょっと見たい気もしますよ。浮気してみるか。うわやっぱほら浮気したからだよ。こっちに来ました。どうするそっちかな。浮気しちゃったからな。こっちかな。こっちに行ったのかな。あ違うとこ押しちゃいましたけど挟むかじゃ。怖いよ。これで5回目だろ2人合わせて。そうです、ね、2人合わせてそろそろいいんじゃねえか。いやこれは今日はちょっと機種選択最後にして相当ミスったね。ミスってますね。今日じゃないねこれ次回とかでよかった、ね、そうですね攻めすぎました。こっからどうしよう。私今ちょうどトントンぐらいですよ。マサス打つか今から
私ジャグラー練り歩いてこようかな。ジャグラー練り歩くって何？あ、ね、お詫びお詫びお詫びのトマト6回目だからね。はい、3個目のこれもバーで行かせてください。はい、お願いします。いい賭け揃えたい。いけいけいけ、頑張れ。やったー、結局バーさあ、もうこの連チャンにかかってる。本当だな。何枚出せばいいですか。私何枚出したら森本さんが使った分戻せます。1500枚ぐらい。1500、分かりました。頑張ります。まだ出がらしじゃない。そう、私はまだ出がらしリノじゃない。出がらしじゃないぞ。出まくりリノです。うちのリノは出まくりリノ。おー、出まくりリノだ。520元ビッグボーナスです。よかった、危ない。おっしゃ、じゃんじゃん出しますよ。 OK、 じゃんのじゃん。難しくなさそうだ。今日は2ゲーム最低でもビッグ5連はさせないといろいろ間に合わないですからね。はい、ええ、どうしました。びっくりした。リプレイでチョークしてくれっていう意味の入りです。大丈夫、こんなに引っ張った後のピンチ目なんだから落ちるわけがなかろうもん。やめてお願いだよ。ビッグ化けの2連なんてもうどうなってるんですか。マリモさん、あっち行った。忙しいな本当。じゃあ行きます。落ちました。 7リプバー食べます。はい、お願いします。頼むよ、お願いだよ。よっしゃ、やったよ。バトンはしっかり受け取ったよ。お願いします。こっからです。3万2000円使いましたね。はい、お願いします。頑張ってください。危ねー、怖いよ、危ねーよ、怖い怖い。こんな怖がりながら映りのない。なんかやけに周りの方から見られてるような気がするなと思ったら、そりゃそうですよね。上昇軍団って T シャツ4人で着といてリノ打ってんですもんね。そりゃ見られますわ。なんでだろうって。あいつら上昇の意味多分分かってねえぞ。辞書引いてから出直せって思われてます。嘘だろう、なんでだよ。8分の1ぐらいでしょ。うわ、いや、スルーはない、スルーはないです。ちょっと2連とスルーってさすがにじゃない。さすがに。おー、よしよしよし、よかった。イエーイ。あー、危ない。ビッグレギュラーボーナス1041ゲーム。結構いったね。出ましたね。おい、うまーい。これはもう入りまして、よしよし、増えている。うまいですね、レモン取るの。そんな取ります？もったいないような気もするけど。え、でも増えてる。あー、よかったよかった。ありがたや。2連目3連目目指せ3連。はあ、うん、いや怖い。そんな2人して2連なんてことはないです。そうだよね。そうです。そんなとこまで仲良くなくていいよ。はい、仲良くなくていいですよ。マリモさん、仲良くなくていいですよ。なんでだよ、なんで2人ともビッグトマト一発ずつって。おかしいじゃないか。おかしいじゃないか、ほんだろ。おかしいぞ、どうなってるんだ。出がらし軍団に改名します。もう上昇じゃなくて新しいの作ろうか。ちょっとなんか今回だけだったみたいです、この T シャツ。ユニクロに売って、この TC が最後になるでしょう。
斜めね、もうバー狙うためにここ押しました。バーでねえ、それを気がしなかったですもん。もう今日は連チャンに、不思議の連チャン、どうしました、転落に、不思議の転落なし、よく言ったもんです。松木雄さんは、松木雄さんのせいにしないでください。もう松木雄さんそれは言ってないです。いや絶対俺は今日は勝って帰るって決めたから、勝って帰るんだよ。ここからどこに行くんでしょうか。勝って帰るって言ってるだろ。うわ、何言ってんだよ。誰も何も言ってないよ。もうさ、はい、5号機縛りとかいいや、もう勝とう、いいやここからは勝とう、はい、あ、十分やった5号機で、あとはもう全勢力を尽くして勝つ。わ、はい、かりました。ここからてか今実際何枚マイナスなのかを計算します。知らなきゃダメだよね。マリマさん449枚のマイナスで、私44枚のプラスなので2人で405枚のマイナスです。じゃあボーナスタイプで少ない投資でビッグ2回とか2人で引ければ、はい、プラス100枚とかになるかもしれない。そうですね、それだな、はい、それにしよう。ジャグラーでも何でもいいや。わかりました。いい台探そう。はい、あ、角のジャグラーが、見てよこれ、すげえ高設定集するじゃん。ガチキープ、ガチキープですこれ。いや、じゃあもうあの最後あの角ジャグ、角のジャグラーと。マイジャグ4強くないですか。マイジャグ4だな。化け先行161分の1、マイジャグ4じゃない、この当たってないやつやってみます。ちょっとやってみていいですか、ってかやってみます。角だから打つんじゃないかんね。本当ですか。高設定風味があるから打つんだからね。風味があるんですか。そうそう、しかもこれ5号機だからさ。違う6号機だ。6号機ですよねアイムは。アイム6号機ですよ。これ6号機でした。嘘ぶっこいてしまう本当に大丈夫かな。ではでは、私はマイジャグでございます。まさかジャグラーを打つなんて。341ゲームから。マリモさん意識朦朧としながら絶対勝つまで帰らないみたいな言ってましたけど、大丈夫なのかな。もう判断間違ってますね当たんないな。当たんないですね。すごいですよね、2人でジャグラー打ってて、2人でも5000円ぐらい使ってるのにどっちも当たってないんですよ。すでにやばくないですか。だいたい最後にまくれる時ってもう当たってるんだよね。本当にプラスになるまでやめないですか。やめてもいいよ蚊の鳴くような声でやめてもいいよだってプラスになる保証なんかどこにもないんだから。閉店まで使う。しかも2人で打ってるから2倍速でマイナスになってくんですよ私が5000円使うってことは2人で1万円ってことだからな。で今カードにいくら入ってるの。あと1000円です。僕3000円です。僕これで4万円なんですよ。はい、あなたそれ5万円。そこで1回やめるか。1回、あ買ってくれました。やったー、487ゲーム。嬉しいですね。でも色変わらない。これはレグのような気がする。見てみましょう。はい、488ゲームレギュラーボーナスでした。これで総投資が5万円です。あお、あ、しかも遅れがこだった。遅れがこイコールビッグ。ビッグボーナスちゃんじゃないの。やりました。よかったです。
おめでとうございます。落とし38,000円、遅れガコからのミス。2人で投資1万円増えてますなので今マイナス800、900枚弱ですね。持ち越えになっとかしろ。スイカがなんか遅れないの。おお、いい音。28ゲームレンチャン頑張ってください。よーし、28ゲームビッグ。どっちかがもう一回ビッグ引いたらあれだな、勝ちだな。本当ですか。多分そんなことない、足りないような気もしますけども、どうなんでしょう。200枚とかなんだよな、マイナス。やだわそんな負け方。やっぱ攻めるなら攻めた方がいいんだよ、中途半端じゃなくて。そうですね、中途半端良くない、単独です。当たってんの。はい、ただ嫌な予感がするんですよね。また119ゲーム。よし、え、これはもしかして勝ち。ビッグでした。持ちコインギリギリです。これは私即やめでプラスですどんな戦い方ですか。でもマリモさん足りてない気は、あれ考えてる。160枚ぐらいプラスです、ジャグラーで。足りないですね。そう、ジャグラー打ち始めた時で400何枚のマイナスなんですまだ足んないのかよ。あとワンビッグです。おわ、お、当たりました。勝ち光り、素晴らしい。あ、どっちだこりゃ。軽いですね。あ、単独です、単独。気になる、どっちだ。さあどっちだ。いやビッグだ、すごい。よし、ビッグ 3連でもないけど、74ゲームだから。いや3連ですよ。連でいいの。はい、連です。多分これで500枚ぐらいはあると思う。お、ということは、ということは、ちょっとまだ負けてんの。いや、どうなんですかね。だかもう一回チャレンジして確実な勝利をものにするか、はい、それともちょっとチャレンジするか。え、チャレンジしかないじゃないですかそれ。今チャレンジしか言ってなかったですよ。え、もう一回言っとく。俺引ける気がするんだけど。お任せしますよ。じゃあ引きに行こう。おお、引きに行く。ボーナスフラグを引きに行こう。回収しに行く。さっき流しとけばよかったって思ってる。え、さっき流しとけばよかったなって思い始めてない。いや、思ってないです。なんでジャグラー打ってるんだろうって思ってますやばい、これはやばい流れだ。まずくなってきました。だいぶだいぶハマってる。普通に飲まれそうなんだけど。私もなんですやめ時を見誤ったか、引きが弱いか。いや、引きは弱くないですよ今日。戦えてる方。だって今日弁当引いたんですよ、マリコさん。引いたね。絶頂も引いたんですよ。そういえばやることやってますよ。この後が良くなかったな。ちょっとリノが良くなかったです。リノが握手だった。間違いなく。だってリノに2人で2万5千円入れてますもん。ただの趣味打ちじゃねえか。そうですよ。それのせいで負けてる。しかも2人ともトマト揃えて、レンちゃん取っといて。ひどい話だよ。お、いい音した。右これ4コマ滑ってんのかな。枠上にバーいるんだけど。ただマリモさんは当たりましたけど、私全止まりですよもう。ここでレギュラーきついな。でもすごいですね、飲まれそうになると当たるんだ。よし、ビッグだ。222ゲーム、ゾロ目。え、ここはもうビッグじゃなきゃダメなんですけど、ゾロ目でね。すごい、ちょっとなんで色変わらないんだろう。
こすったらいつも色変わってくれるよね、あなた。押してからじゃダメなんですか。はい、223ゲーム。リンクです。これは行ったんじゃない。行きました。いや、戦いましたね今日は。戦いすぎです。もう戦いました本当に、はい、よく頑張りましたね。番長から始まり、はい、バーサスリノ、うん、最後はジャグラ、はい、いやまあそんなわけで、はい、終始ですけども、うん、個人の言いましょうか、はい、まずは私から言いましょうかね。私が、投資5万円2350枚、はい、回収が2536枚、おなので3枚プラスの186枚で終了です。なるほど、はい、ちょっと増えました。ちょっと増えた、はい。一方私ですけども、はい、38,000、1786枚、はい、で回収が1795枚なんでプラス9枚です。9枚、一桁台の最大枚数取りました。9枚、すごいですね。9枚で2人合わせると195枚のプラスです、はい、ありがとうございます。僕は最後のジャグラーを、うん、本当3ゲームジャグレも期待して3ゲーム回したらチャラでした。そうですね、危なかったです。危なかったです。ヒヤーとか言ってどうしようかなって、ジャグレのためにジャグラーって打ってるよなとか、もうわけわかんないこと言ってましたもんね最後。でも看板に偽りないですね、やっぱ。そうですね、いや作った甲斐がありました。これ来た回にいきなり負けたら嫌だって、はい、いやいや本当に泣きそうになってましたもん、ね、このまま終わるのって本当にってそう、ね、よかったです。だからほら、うん、やっぱり、はい、最後はね諦めないでやればいいわけですよ、はい、そうですよ、うん、上昇とは諦めなければ叶うものということで、そうそうそう、叶うものということで、はいはい、で、我々が着てるこの上昇軍団 T シャツですけども、はい、そうなんですよ、ありがとうございます。実はですね、はい、1枚多く作らせていただきました、はい、こちらででん、しかもロンティじゃん、うわーやべえ上昇軍団の文字がレインボーバージョンですね。バックプリントです。これレインボーなんだね、一応レインボーが、はい、なるほど、なんか艶やかな感じになってるんですけど、あこれ着る勇気ある人いるのかな。え、いないですか。これすごいね、しかも結構サイズでかくない。大きめで作りました、誰でも着れるように、ね、で前にポケットもついてますから、ここにカチカチくんをねインしていただいて。そうかそうか、なるほど、そうですよ、上昇グッズを、はい、まあ、これじゃあ、はい、抽選で1名の方に差し上げますので、はい、まあ、立花さんオリジナルですからね。そうですね、うん、立花里のオリジナルデザイン、はい、実費で作りましたんで、ね、はい、どしどしご応募いただければと思います、はい、1周年記念実践か。あ、そうですね、うん、次回以降また2年目からも頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。もうこれで我々ユニフォームも完成しましたんで、はい、次の周期は、はい、そうだね、毎回これで分かりました、はい、揃えて、もう全員ですよカメラマンさんも全員来ていただいて、はい、じゃあ2年目からも、我々2人そして上昇軍団をぜひ応援してください。よろしくお願いします。今回もありがとうございました。さよなら、さよなら。